はい、基礎年金とですね、いうキーワードで、私どものホームページをご訪問いただくケースもありますけれども、まあ、基礎年金はこれ国民年金という法律で定められているもので、老齢基礎年金、障害基礎年金、それから遺族基礎年金と、この3種類があります。